同じくね、その、ひまわりさんとこの、宮野さんってね。ああ、存じ上げておりますよ。そう、お調子者がいるんですけど。ありますね、背の高いね。そう、それは現場にこう、たまたま、声優雑誌が置いてあって、そこにこう、まあ、僕がね、写真集出させていただくんですけども、その記事を見つけたら、それをもうずっともうその収録終わるまで、そのロビーっていうかみんながこう待ってるようなところで、ずっとこう、カジユキ、ファースト写真集とかいい声で、ずっと言ってるからもうすげえ嫌で。高いんでしょ。いやいや3150円ですよ、ね、そう値段まで覚えてんのもまさかの値段までここで公表するライフですよと思ったら、うん、この間同じイベントに出たんだけど、うん、袖中でもずっと言っててもう今から皆さんの前に出るよっていう時までなんかずっとライフとか言ってるからそうあのねお前これそれ絶対言うなよって言ってたんだけどそうなんですよ、うん、あのね内山さんね一回気に入るとしつこいんですよずっと言ってるよね多少ねしつこいんですよもうちょっとそれみんなピリッとしてきてるよっていう時も言ってるから言ってるんですよ、うん、そうでもそれが今日ちょっとねありがたい方向にやっと意味のある場所で働いたかなっていうそうだよこれを目指してたんだよ俺は目指してたえ終着点じゃあこれはもう咎められないねあそうですありがとうライフみんな買ってね10月4日です僕も買うよそうまあとりあえずですね、まあ豊永的な、カジーさんの目線はいそしてウッチーから見たカズイの目線あなんでそこわかんないはい、カズイはどんな人なのかっていうのを3人で語っていこうということですね気になるなこれはい、はい、というわけでですねはい実はここに質問事項を我々いただいておりまして、はい先に記入させていただいておりましたカルテって書いてありますねはい、はい、カルテですねカルテなのになぜカルテットをカジテットにしたんでしょう、だったらカルテットのままでよかったんじゃないかなってじゃあもうマジ君さ頭いいねカジテにしようもうなんだかよくわかじて早くやろうよごめんねごめんね、はい、というわけで、はい何を喋りましょうかまずじゃあ、うん、初めて出会った時のカジ君の印象怖い何気になるという項目があるんですが、はあはあ私トッシーはですね、はあはい女の子なのかペコちゃんなのかわからなかったあ女の子なのかペコちゃんも女の子ですね、うん、そうなんです、僕はね、遊んでそうチャラい完全に悪い印象じゃないですか悪い印象じゃないですか。イケメンだからさ。いやいやいや。なんか、ウッチーさ、割と誰の印象もそうだよね。そんなことないよ。みんな、悪印象みんななんか。違う。じゃあ逆にトッシーの最初の印象なんだ俺の印象なんつってたっけいや、よく覚えてない。それ一番嫌なやつですね。記憶にすらない。続いて、仕事現場でのカジ君。はい。僕はね、これはね、真面目。あ、マジ俺も。ああ、やっぱそうだ。真面目。ほんとだ。真面目。そうよ。え、真面目ってどういうことですか真面目仕事に対する取り組み方が、真面目。なんかすごい。チャラチャラしてるかなって思ったけど、やっぱこう仕事していくと、真面目だなっていう、ね。そうなのよ。しかも他のこう声優さん方と結構話をしたりとかして、うん、こう、ちょっといじられたりとかして、ちゃんと突っ込んでたりするんですよ。そういう部分ですね。そういうところも、なんかやりたてのに仕事をちゃんとこなしているっていうのがね、はあ、この人はプロだ、できた人だなって思うよね。急にどうしたんですか、そう、本当に思ってる。はい、そんなカジさんのプライベートでのカジさん。恥ずかしいですね。プライベートは僕よくわかりません。おいおい。あ、僕もよく知らない。興味持ってよ興味持ってよでもこの前、高尾さんに誘われた。そう。いや、なんかね、なかなかこういう仕事してると、スケジュールって合わないじゃないですか。そう。そんな時に、一緒にご飯食べてる時に、うちが、今度休みがあるんだみたいな話になったから、あ、じゃあ、今度、ちょっと、どっか、ピクニック行こうぜって。あれさ、二人で高尾山でおかしくないか？え、そう、俺よく行くよ。うわぁ、行ってほしかったわぁ。行こうよ。三人で行こうよ。体力自信ないよ。俺もないけど。じゃあ次行きますか。はい。4問目。カジ・ユウキといえば。カジさん。カジユウキといえば。カジかな。カジかな。まあね、音編でも一応ゆかりはあるっちゃあるからね。あるあるある。はい。じゃあ、豊永さん。じゃあ、同時でいきますか？あ、同時でいく？せーの、ドン。可愛いけど、男だぜっていう感じ。俺は、鎖骨が綺麗。鎖骨？カジ君の鎖骨ってどういうこと？カジ君さ、結構さ、夏場とかさ、この、胸元結構秋めのさ、シャツとか着てるんだけど。いや、そのイメージない。そっから、見える、この、鎖骨のこの、内側の部分。うん。超綺麗だよ。マジ？何も出てこない。こんにちは。カジユウキです。内山聖輝です。いつも、茅野さんとゲストさんが、うん、なんか女子会みたいな、
変なテンションで、うん、僕たちの番組の冒頭にお邪魔してくるので、ね、今回は、うん、かよのさんみたいなテンションでお送りしたいと思います。さあな、これ大丈夫かな、聞いてる人たちイライラしないかな、怒られるかもね。ね、でももう復讐だからしょうがない、しょうがないの、しょうがないの、さあ、うち何、いや、おじいちゃん。毎回この時間は、かよのさんとゲストさんに質問をしてもいい時間なんですけど、いいの、かよのさんたちに聞いてみたいことってありますか。どうですか、なんだろうね、声が今ちょっとおじいちゃんみたいな声出てたよ。いや、そんなことないよ、そんなことない。さあ、じゃあこれあのね、質問例がいろいろあるから、質問ね、何、何かしらね。だから、もういい。もういいよ。もういいの、あの、普段ね。二丁目になってきたよね。中途半端で。中途半端で気持ちが。グレーゾーンになってきたよね。グレーゾーンでしたね、今ね。